ジョージャクソンジョージャクソンはイギリススタッフ,フォードシャーバートンアポントレント生まれのミュージシャンである。本名デイビッド・ヤン・ジャクソン。11歳の時に学校でバイオリンのレッスンを受け始めるが作曲に興味を持ち始めピアノの方が作曲に向いているという考えでピアノに切り替えた。16歳からバーで演奏するようになり高校卒業テストで音楽の S レベルを得。 作曲を学ぶために、ロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・ミュージックに、小学生として入学する。小学金で、新しい楽器や器具などを買い、ポーツマスの自宅から週に数日、ロンドンの大学へと通った。しかしながら、クラシックの作曲家になることに限界を感じた。ジャクソンは、ロックの世界に惹かれていった。在学中も地元ポーツマスの海軍基地のバーや、パブなどで、 演奏活動を続け、1975年に大学を卒業。その後、アームズレックスなど、いくつかのバンドに参加するも長続きせず、ピアニスト兼音楽監督として、クラブで働くようになる。この頃から自ら制作したデモテープをレコード会社に送り始める。1978年に、A、A&M レコードのプロデューサー、デビッド・カーシェンバウムが、 ジャクソンの曲に目をつけ、レコーディングのチャンスを得た。それが、1979年にリリースされたデビューアルバム、ルック・シャープ。で、収録曲、ゴッド・ザ・タイムは、アンスラックスによるカバーバージョンでも知られる。1980年には、アイム・ザ・マンとビート・クレイジーを立て続けにアルバムをリリースする。ビート・クレイジーでは、プリンス・リンカーン・トンプソンとコラボレートし、 レゲエを取り入れている。その後、数年間続いたツアーで、鮮熱を患い、ポーツマスの自宅で静養していたジョージャクソンは、スウィングジャズの発展系である、ジャイブミュージックのレコードを毎日のように聴き、回復後、ジャイブに挑戦した結果、アルバム、ジャンピングジャイブを1981年にリリース。1982年には、ラテン音楽に惹かれて、ニューヨークに渡り、アルバム、 ナイトデイをリリースする。このアルバムに収録されている夜の街へは最もよく知られた曲である。夜の街へはビルボード市で1982年12月11日に週刊ランキング最高位の第6位を獲得。1982年ビルボード市年間ランキングでは第36位。その頃、ジャクソンは離婚してニューヨークに移住。 音楽スポンジとも言えるジャクソンは新たな環境でラテン音楽の影響を強く受ける。1984年の作品ボディソウルのオープニングチューンであるザバーディクトは松田ファミリアの CM 曲としても用いられた。また同アルバム中の You Can't Get What You Want は本人の最も代表的な曲として知られている。その後もジャズや クラシックなどの要素を取り入れるとともに、アルバム制作や演奏手法についても独創的な試みを重ねた。例えば、1986年のアルバム、ビッグワールドでは、ライブレコーディングという手法を採用した。これは、オーバーダビングなどの手法を一切使わずに、バンドの全パートが同時に演奏するものであった。さらに、レコーディング会場には聴衆を入場させ、 雑音を立てないよう、また拍手は演奏が完全に終了するまで待つなどの注意喚起がなされた。これに加えて当時導入されつつあったデジタル技術を駆使し、ライブの緊張感とスタジオレコーディングの品質を両立させるという意欲的な試みであった。これは日本ではデジタル一発録音と呼ばれ、ジャクソンは観客は音をいじっていない証人だと語っていた。 ジャクソン曰くライブ演奏は最高の喜びであり、レコーディングはやむを得ない必要あるだという。とはいえ、レコーディングの音質にはこだわる方であり、ソニー製の録音機材を使用したことがアルバムのクレジットに記載がある。1987年のウィルパワーはオーケストラ編成によるアルバムであり、1988年には日本フィルハーモニー交響楽団と共に、 同作品を昭和女子大学瞳記念コード及びサントリーホールにおいて上演した。同作品の上演はこの2回のみである。また1988年にはジョージ・ルーカス制作、フランシス・フォード・コッポラ監督の米映画、タッカーの音楽を担当した。1990年代初期はジャクソンにとって自分の音楽に対する姿勢を見直す苦しい時期だった。 うつ病に苦しみ、自らの意志で、ポップの世界から、引退。その2年間は作曲どころか、音楽を楽しむことさえできなくなったほど落ち込んだが、1994年には、うつ病を克服し、ランキングやレコードの売り上げを考えずに、自分の作りたい音楽に専念し、内観的なアルバム、ナイトミュージックをリリースした。その頃、母校ロイヤルアカデミー・オブ・ミュージックの、 特別会員として迎えられる。1999年には音楽に関する本にして自助伝である著作 AQR for Gravity を出版。この本はラルフ・ j グリーソン・ミュージックブック賞の最終選考作品に選ばれる。近年はかつてのジョージャクソンバンドを再結成し、シンプルな編成のロックに回帰し、2003年、2006年、2007年にツアーを果たしている。 2004年にはトットラングレンとツアーし、スタートレックのキャプテン・カークこと、ウィリアム・シャトナーと共演するなど多様な創造性を発揮している。2008年早々には、ジョージ・ャクソンバンドの新しい CD と2007年ツアーの映像を収めた DVD がリリースされる予定。ジャクソンは通常の CD のフォーマットにこだわりがあり、やっとハイレゾの楽曲を配信したのは、 2019年のアルバムフールからである。喫煙者としての立場からニューヨークその他の都市における極端な禁煙条例への反対運動に参加するなどの活動を行っている。2003年にはタバコ禁煙条例などにうんざりし、長年住んだニューヨークから引き上げ、2006年までイギリスで英国のタバコ禁煙条例の反対運動に意欲的に参加したが、イギリスで 全面禁煙条例が2007年7月に施行されるのを機に同年1月にベルリンに移住した。現在はドイツで禁煙条例への反対活動に参加している。ありがとうございます。